これもですね、前回の神を引き続きなんですけども、まあ、だいぶ、古いマイスになりますね。これも確か初期だったんじゃないかな。最初の販売で確か出ていたと思います。まあリリースされるごとにこう改善していくのが、まあ、マイスだったんですけども、この頃のやつはまだちょっと顔の形状が少し難ありのところですかね。はい、ということで、早速箱を見ていきましょう。正面ですね。うん、黄金の人ですね。まあ見つかりますよね。はい、横はこんな感じ。後ろ、はい、クロスボックスですね。うん、シュラは髪の毛が短いんですよね。まあ短いというかロン毛じゃないんですね。うん、なんで、まあ、この辺はなかなかかっこいいですよね。で、こっち、これ原作版のマスクもついてるんですよね。これは嬉しい。うん、アニメ版じゃなくて原作版も再現するという形ですね。で、これが、まあ、また開き戸になっていて、まあ、上はこんな形ですね。で、下はこんな形という形ですね。はい、では、開いていきましょう。パカリンチョ、はい、ということですね。うん、まあどのマイスも全部共通ですけど、左側にシュラの素体ですね。で、右側にオブジェ形態と、まあ、クロスという形ですかね。はい、では、早速中身を出していきましょう。まずこちらの素体側ですね。はい、こちらこんな感じですね。うん、こちらこんな感じですね。こちらはこうなります。はい、まあ相変わらずマントがついてますね。まあ、これはゴールドセンス全員共通ですね。はい、で、あとは、説明書なんですが、まあ、こんな形ですね。シュラからはこうやってまた3枚になるんですね。ちょっと後に出たのかな、シュラも。書いてありますね。うん、B 型なんですね。おで、この辺がラインナップですね。はい、はい、では早速また、オブジェ形態ですね。オブジェ形態の方から、見ていきたいと思います。少々お待ちくださいませ。結構組みやすかったですね、カプリコーンは。はい、でやっぱりまたダイキャストが多いので結構重量感もありますね。うん、これ横ですね。で、後ろこんな感じ。で、これがお客さんですね。はい、こんな形ですね。これ角がちょっと動くんですよ。角だとあれですよね、アルデバランを思い出しますね。はい、そういえばシュラの角はおられませんでしたね。はい、なんで、はい、かけないか。あとですね、さっき開封の時にもお見せしましたけれども、これマスクがもう一種類あるんですよね。原作版の方があって、これ実は付けられるんですよ。マスクの方の角も動くのか。マスクはアニメ版の方がいいかもしれませんね。横こんなイメージですね。うん、あ、でもなかなかかっこいいですね。なんかシュラも結構かっこいいんで、この辺
してるのかもしれないですね。はい、では、次シュラにですね、クロスの方を装着したいと思います。このエクスカリバーのサビにしてくれる。してくれる。ビクトリオダム、エクスカリバー。ついつい。ついだ。我が政権は何者をも切り裂く。エクスカリバー用の、まあ、これメインですかね。あとこの開いてる状態のですね、やっぱりライブラの武器持ち用の手が付属してますね。この時はまだライブラは出てなかったんですけどね、まあ、持たせるのを前提にしてたんでしょうね、はい。まあ、嘆きの壁のところの再現がこれでできるといった形ですかね。ですね、クオリティはいいんですけど、なんか肩アーマーがやたらでかい気がするんですよね。よいしょ、これはいい。で、よいしょ、ですね。うん、で、手のやっぱり脱着が結構大変です。はい、すぐ腕が曲がったりして。で、まあこの状態で一回ちょっとエクスカリバーを再現してみましょうか。
せっかくだからマスク変えてみましょうか。シリウのヘッドがなかったですね。あ、ちなみにヘッド外すとこんな感じ、アルデバラって言っちゃいますね。こういうあのもう一個は、最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。